ながら永本隆、永本隆からはただの一片の誠意もなかったために、1週間待った、2週間待った、1ヶ月待った。でも永本隆、永本隆、広島県議会議長永本隆からはただの一片の誠意もなく、説明もなかったので、本日やもなく南区の皆さん、もっと声を上げていきましょう。あなた方の声は黙殺されています。そのことを確認しに来たのでございます。そして選定の中にはですね、選定車種として3種類の車が選定されました。一つはトヨタのセンチュリー、それから二つ目にレクサス 500H っていうんですか、それから三番目にメルセデスベンツ、S クラスっていうんですか、こちらが比較検討され、最終的にはセンチュリートヨタの1830万円になったのでございます。そして私この書類を持っておりますが、この書類にはこの決定後ですね、直ちに永本隆にはその決定の通知説明が行われているんですよ。広島県の公文書には記載がされております。ですから選定過程も知らない、何も知らないっていうことは、永本隆広島県議会議長は通用しないということなんですね。もしあらぬ記者会見をしたり、あらぬ説明をすると、そこから思わぬことが広がって、本来県民に知られたくないところまで知られてしまう、そのように思っているんでしょうか。皆目を検討はつきません。しかしながら、少なくとも犯罪を犯しているわけではないんですから、しっかりと説明責任を果たすべきではないでしょうか。かの広島県の有名な偉大なる先生、岸田文雄先生がですね、素晴らしい言葉を言っているんですよ。庶民の声を聞くことが大切だって、丁寧に聞くことが大切だって何度も何度も言われてましたよね。丁寧に説明することが大切だ。同じ南区民である岸田文雄先生が、丁寧に国民の声を聞くことが大切だって言ってるんですよ。素晴らしいことじゃないですか。岸田文雄と永本隆は同じ所属でありましょう。岸田は言うけど俺は聞かないよ、そういうことはないと思うんですよ。であるならば、ちゃんと発言したことをしっかり守っていただきたい。そしてそのことは組織としてもしっかりそれを守っていっていただきたい。それが本当の南区民の方の声なのではありませんか。本日はわずかな短い時間ではございましたが、以上で終了いたしたいと思います。近隣の皆様、大変お休みの時間をご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。以上で終了いたしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。